立って全員が一斉に打ちます。大きな音はしますので気をつけていただきたいと思います。これは自分を守ることと相手を驚かすことの両面に役立つ打ち方です。一斉に打ちます。今10名で打ちましたけど、音がちょっと聞こえないかな。座って膝を台にして構えますと的がしっかり、狙えるということです。膝台話のズルベーキです。一番から順番に言っていきます。あれすごいじゃん、うん、逃げてきたよ。あと膝を台にして構えます。回ってないですからゆっくりやってください。まだなんか風で飛ばないように、どこ逃げようか。そうそう、はい、いただきバランスの続き人生全員が腰に構えます。腰ばなしと言います。皆さんが着ているこの赤い陣羽織は長野県の松本城にある展示されております陣羽織をご参考にですね、団員の会長さんの奥さんをはじめ女の人たち女性が作っていただいた手作りの陣羽織です。はい、いきますよ。努力も必要だね。腰話の早打ち、はい、努力いいですか。これでが一人早く打ちますね。1番と2番が茨城ということで正座します。3番4番が膝台で構えます。膝を台にします。5番6番が中話ということで両膝で立ちます。7番8番が腰話で打ちます。9番10番が立ち話ということで立っておきます。1番2番から順番にこう形が変わった形で持って出せていただきます。体ごとのつるべ打ちになります。5体つるべ打ちになります。なるべく足の中で5体つるべ打ちになります。体ごとのつるべ打ち